障害や病気を抱えた家族の代わりに家事をする子ども、幼い兄弟や家族の世話、介護をしている子ども、日常的にこのような生活を送っているヤングケアラーと呼ばれる子どもたちの存在が今社会問題となっています。皆さんはヤングケアラーという言葉を耳にしたことはありますか？ヤングケアラーとは、ケアを必要とする家族がいる場合、大人が担うような責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行う18歳未満の子どものことです。令和2年と3年に国が行った調査によると、小学6年生は 6.5%、中学2年生は 5.7%、全日制高校2年生は 4.1% が世話をしている家族がいると回答しています。30から40人のクラスであれば、1クラスに1人から2人のヤングケアラーがいる可能性があることになります。多くの時間を家族や家庭のサポートに当てている子どもたちは、成長の機会が失われる場合があります。学校生活に集中できない、自分の時間が削がれてしまう、子どもらしい生活が送れない、このような状況に置かれた成長過程にある子どもたちは、将来の見通しを持つことができません。希望する進学や就職ができない子どもたちが増えてしまう原因の一つでもあるヤングケアラーを支援するためには、まずヤングケアラーを知ることが大切です。ヤングケアラーについて理解を深め、解決を図る取り組みが秋田市でも始まっています。10月14日、地域の子どもたちの支援活動を行う秋田市民生児童委員の方が集まって開催されたのは、ヤングケアラーについての研修会です。ヤングケアラーの現状や課題、実際に相談された時の対応方法について理解を深めました。普段の生活の中にヤングケアラーという言葉は浸透してきてませんでしたよね。だからあまり具体的なことは知らなかったので、今日の研修で深く知ることができました。家庭の中のことですけれども、その子どもたちが本当に困っていて助けを必要としているのであれば、それに対応する秋田市の機関もいろいろあると思うので、その仲立ちはしていきたいなって私は思いました。この他にも、秋田市では私立の学校に通う生徒や教職員、民生児童委員や各種支援機関に対するアンケートの実施、相談や情報提供に対応する専用ダイヤルの設置、専任の支援コーディネーターの配置を行っています。ヤングケアラーかどうかの判断は、相談や連絡を受けた子ども未来センターが行います。いつもと様子が違う、もしかしたらヤングケアラーかも、少しでも心配に思ったときは、遠慮せず子ども未来センターへご連絡ください。皆さんの小さな気づきがヤングケアラーを救うきっかけになるかもしれません。